こんにちは、ひなたです。そしてこんにちは、リオンです。はい、今日はリオンちゃんに来てもらったということで、前にリオンのコーデをリオンちゃんにしたんですけど、今日は H&M さんでお互いのコーデを決めたので、それを紹介したいと思います。リオンちゃんがどんなコーデを組んでいるのか、すごく楽しみです。それでは、レッツゴー。私は自分の好みで選んじゃったから、ちょっと似合うかわかんないけど、でもリオンちゃんは何でも似合うから私の好みで選んだ。リオンはひなたちゃんが明るくて元気なイメージなので、明るい色で選びました。じゃあじゃんけんで勝った方が、先週はグルーズが高い。じゃあ私が勝ったということで、リオンちゃんに来てもらいたい。ダメだよ、みーちゃん。みーちゃん、ダメ。今、りおちゃんが着替えてるのを待ってます。ダメ。着替えが終わったりということで、登場してもらいたいと思います。りおちゃん。はい。かわいい。めっちゃかわいい。やっぱ似合ってる。ピンクのバンダナで、ちょっと花柄で、ちょっと春っぽいけど可愛い感じです。で、もう一個ポイントはサングラスがあるんですけど、このサングラスもちょっとバンダナと色をちょっと合わせて目立つようにしました。で、トップスは半袖でノーマルな感じで合わせて、サロペットは夏のデニムの色で明るくして、薄めな感じでポイントを目立つようにしました。りおんちゃん、どうでしたか？こういうのも着てみたいなと思ってたし、これとかめっちゃ可愛くて、いろんなものに合いそうだし、これもこういうのだから、普通にタイトのスカートとかいろんなものに合いそうで良かったです。ありがとう。かわいい。似合う。めっちゃ似合う。次、ひなたちゃん、これ着ていってください。はい、ありがとう。着ていきます。着替えが終わったようなので、ひなたちゃんを呼びたいと思います。ひなたちゃん。かわいい。すごい赤。かわいい。紹介していきます。この帽子は下が子供っぽく赤とかカラフルな色を入れたので、上はちょっと黒でまとめました。次にサングラスは帽子と色を合わせて柄が入ってて可愛いなと思って、このサングラスにしました。 T シャツは大人用なので長いので折ってみました。真ん中に可愛い背中のって書かれてて可愛いなと思ってこれにしました。このスカートは何でも合うなって思って選びました。上着みたいな赤い腰に巻いてるやつはなくてもいいんだけど、夜とか寒くなった時に上に羽織ったりできるかなと思って選びました。ちょっと羽織ってみてください。これ、あ、かわいい。こんな感じ。これでも平気なんじゃない？平気。ここが途中までしか開かないから、かっこいい。カメから来てこれを取っちゃって来ても平気だった。色がそのなんかのキャラクターと合ってたから選びました。どうですか？こういうちょっと明るめの色を初めて着たので、いろんな組み合わせができていいなって思いました。ちなみにりおんちゃんの服装の金額は、バンダナは599円で、 T シャツは1499円で、カロペットは2499円です。で、私の選んだコーデは、この帽子が999円で、 T シャツが1499円で、スカートが3999円で、アウターが2499円で、サングラスが1199円です。は
はい、ってことで H&M さんでお互いのコーデを着ました。普段ない服とかを着れたのでよかったです。いいと思ったらこれチャンネル登録もよろしくお願いします。